おはようございます。釣り子 TV です。これ、ねえ、家にあったんですよ。これ何かわかりますか？ねえ、書いてあるんですけどね。バンタム。ねえ、これ自分のじゃないんですけども、うちの親父、昔からルアー釣りやってるんで、確か昔のバンタム俺持ってるよっていうことで、ちょっとじゃあ探してみようよっていうことで、実家の方のですね、家を探していたら、なんとこんな感じで、ミントコンディションの、ね、バンタムリールが出てきちゃいました。こんな感じでね、糸もね、多分もう相当昔のがそのまんままだ入ってるんじゃないかな、っていうことで、先日ね、こちら。2018年に復活を遂げた、バンタム MGL っていうことで、これのご紹介、開封動画なんかありましたけども、今日はね、このせっかくね2台出てきたんで、新旧のバンタムってどういう感じなんだろう、どう違うんだろうっていうのをね、ちょっと手元で見ていこうかなと思ってカメラを回し出しております。まあこっちのねバンタムリールはこんな感じで、ギラリーンとこうね、アルミの感じがビカビカに出てますけども、これねすごいね。これとあと、まあザ・バンタムって感じの銀色のやつも家のどっかに眠っているそうなんですが、それはね見つけることができなかったんですね。でそっちはね、なんか海釣りなんかでも使ってて、ちょっとね調子が悪かったんだ最後なんていう風に、言っておりましたが、こっちのこのバンタムはねまだ使えるようなんて言ってたんで、実際に釣り場でもね投げ比べて新旧バンタム対決なんていう動画なんか作れたらいいななんていうふうに思うんですけども、じゃあちょっと見ていきましょうか。このね、まあでもサイズ感ってこれすごい似てるんですよね。でまあもちろんこっちの方が多いんですけど、手元のずっしり感っていうかね、ずし、うん、な重量感もねすごい似てるんですよね。これバンタムって昔のこれ糸入ってますけどね、何グラムなんだろうなと思う。まずね、昔のバンタム何グラムでしょうか。でも当時としてはこれ軽かったんじゃないですかね。240グラムですね、およそ。で最新式のバンタムは何グラムでしょうか。226グラム。うん、やっぱりね手で持った感じもそうなんですけど、すごいね似てるんですよ。うん、こんだけしか違わないっていうことで、ねだからこれちょっとね持たしてもらった時に、あれ変わんねえなっていうのがまず第一印象ですね。でこのねかっちりした感じも、このねクラッチのね切り心地もね若干似てるんですよね。もちろん超絶進化はしてるんですけど、あとはねこの横にそのブレーキの利きの調節があるよっていうのも、まあ機構はもちろん全然変わったとはいえ、こんな感じで、似てるんですよね。こっちはねもう音は鳴らなくなったんですけど、この SVS を外からこう操作できるよっていうの、昔のなんていうのはだからこうベゼル音がついてたんですね。この音良くないですか。なんかすごいこれいいなぁちょっとね。でねこれね、ごめんなさい、自分よく分かってないんですけど、なんかねオンとオフがあるんだよな。これドラグクリッカーかなんかなのかな。ここにね
オフスイッチがあって、もしあれこれこういう使い方してたんだよって分かる方いたらですね、コメント欄で教えていただけると助かるなって感じで、なんだろう、あとはさすがにここはベゼル音はしないですね。で今のと違うのはこのやっぱ後ろのこの戻りっていうか遊びがやっぱ昔のリールはありますよね。今のインフィニットアンチリバースみたいな機構っていうのがこう回ったら回ったっきりで、ね、後ろへの戻りっていうのはないんですけどね。これによって片付きはもちろんないですしっていう感じなんですが、昔のリールっていうのは大概全部そうです。こうちょっとね後ろに戻るんです。で今これいじってたら分かったんですけど、このねオフにするとね逆回転できるんですよ。これどういう時に使うのかな、こういう時に使うんだよ、フリッピングの時とかになんか役に立つ。これねオンにしとくと後ろに戻らなくなるんですけど、これオフにすると戻るんですよね。今はねほとんど見かけなくなった機能なんで、まあでも当時のいろいろそういったこういう釣りってああいう釣りっていうのに対応していろんな機能がついているのかなといった感じですけども、まあ、重さのところはほとんど変わらなかったということで、あとはこう横のところをよく見ていくと BMP150 とか書いてあったりね、バンタム XHS とかね、エクストラハイスピードね、これエクストラハイスピードギアなんだけど5.1 って書いてあるから、ここちょっと見えづらいんですけどね、エクストラハイスピードで 5.1 なんで、これ一番ローギアの PG モデルで今 5.5:1 になってるんですけど、このねエクストラハイスピードで、5.1 でこれ1回転回す間に、5回回るよっていうことなんだと思うんですけども、そこら辺も時代感じますね。それで、もうスーパーハイギアだったんですね当時は。だからこの巻いてる糸巻きのスピードなんかもこのたまたま買った PG モデルとほとんど変わらないのかななんていう風に思いますけども、まあ、こんな感じでね、あと思ってフロントフェイスはこんな感じでサイドはこんな感じですけども、今はねこのパワーのある大口径のこのマイクロモジュールギアがこのでっかいギアボックスの中に入っているんですけども、昔のはこういった感じでこの中にギアが組み込まれているんですね。というわけでいろいろとちょっと見ていきましたけどもね、ちょっと余裕のある時に新旧の飛距離対決とかね、使い心地の違いとかそんな動画も作っていければななんていうふうに思うんですけども、こんな感じで伝説のバンタム復活、これがですねその伝説のバンタムで、これが2018年に新たに動き出したですねバンタムリールっていうことでね、その2つのデザインの違いなんかを見ていきましたけども、タイミングがあったらねこの2つのリール、投げ比べとかもしていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。というわけで本日の釣り子 TV は、新旧のバンタム、これをですね、見比べてみたと、こういった動画でございました。はい、釣り子 TV でした。